人達。人達とは、立ちのこしらえ、外装の様式の一つである。平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけて、滑り止め、及び鎧とすれて痛むことを防ぐために、立ちの柄と鞘に、平組紐や革紐を巻いた、糸、革巻立ちと呼ばれる立ちのこしらえが登場する。当初は、実用を重視した作りのものが主で、舞踊の立ちの様式であったが、 室町時代中期、金郊家でありそ建近金の祖として知られる、後藤友情が、室町幕府八大将軍、足利義政に金むく作りの腰刀と、競争金むく金具とした糸巻立ちごしらえを献上し、これが義政に高く評価されたことから、儀礼や贈答に用いる立ちのごしらえとしても、制作されるようになる。これに前後して、 戦闘用の刀剣は腰刀を頂戴化した、都線用の内刀様式のものが主流となり、起乗して馬上で振るうために作られたものである立ちを代替するようになり、立ち様式の刀剣は儀礼用として位置づけられるようになってゆく。その後、戦国時代を経て、桃山時代に入り、唾等の金具のほか、鞘の塗り仕上げや糸巻きに用いる組紐に豪華なものを、 使用して刀装全体の装飾的価値を追求したものが登場するようになり、出陣に際して戦勝を願う際や戦場で本陣に掲げて総大将の印とする等の儀礼用として、陣立という呼び名はここに由来する、用いられるようになり、また武家同士の贈答品としても用いられるようになった。江戸時代に入ると陣立は徳川幕府によって様式が定められ、 武家が公式の場で廃用する、議場の太刀として制定された。以後、太刀ごしらえと呼ぶと、通常はこの人たちのごしらえを指すようになり、現代でも装飾を目的とした、日本刀のごしらえとして制作されている。大相撲の横綱土俵入りにおいて、立ち持ちが掲げているものも、神立寺様式の太刀である。神立ちは、 基本的に儀礼用の刀装であるが、同じく儀礼用の刀装の代表である飾りたちとは異なり、収められる刀身に真剣以外のものが使われる例はほとんどない。代々の花宝や竹への贈答品として制作された場合には巧妙な刀が収められることも多かった。天下五剣として名高い同時切れ、同時切れ、安綱、三日月胸地かも、 江戸時代初期に制作されたとみられる、神馬寺様式のこしらえに収められて現在まで伝来している。なお、刀身には立ちのみならず、内刀が収められていることもあり、立刀の刀層であっても、必ずしも刀身は、立ち笛ではないことがある。登場した当初は鞘塗りには、金なし寺、金井かけ地朱中漆塗り、螺殿、青貝美人、昼巻き等様々なものが見られ、 金具も、金木をはじめ金像、金層の他に、尺道の地そのままのものなども見られ、束巻及び渡し巻きの下に、西絹のを巻くか、あるいはサメ側とするか厚出し、金属の板を変形させて、特定の文様を施したものとするかについても特に、定まってはおらず、様々なものが、発注者の好みに応じて制作されていたことを、文献や遺物から伺うことができる。 室町時代、足利政権下では、太ちに黄金の金具を用いることは、西気法の刀装と共に、足利将軍家のみ、もしくは将軍家より可視された刀装にのみ許される規定であったが、王人の乱以後、幕府の県政が衰退すると、この規定はほぼ無視されており、西気法の鞘に黄金金具とした豪華なものも制作された。 戦国時代から安土桃山時代を経て、次第に、様式は統一されてゆき、江戸時代には金、金のし地塗り症、金蔵、もしくは、尺道地に、金層の金具、西木下地の様式が定められている。桃山時代以降に制作されたものには、各所の金具、および鞘に家紋が高堀や薪枝で入れられていることが、基本である。なお、糸巻きの色は当初はといった通例があったが、 次第に色は製作者の好みで選択されるようになってゆき、糸巻きの色は必ずしも持ち主の羊を示すものではなくなっていった。ただし、必ず使いとと渡り巻きを同色の糸で巻くことが前提とされており、後に修復、追放されたものでない限り、使いとと渡り巻きに異なる色が使われることはない。立ち糸口にもカビな組紐が使われており、特に、 高来だや、キッコーダの組紐が好んで用いられた。江戸時代に定められた様式では、キッコーダの組紐に足側に結ぶ部分、糸口の中央部、全体の四分の一程度を、二式布で包んだものを用いることが、人たちの立ち糸口の正式とされている。人刀、人刀、人刀は、第一義には、戦場で用いられる刀を指す言葉だが、内刀の登場後には、 儀礼用の刀巣とした内刀様式のものを人ちと同様に用いる例があり、これらも人刀と呼称されていることがある。後者の意で人刀と呼ばれているもので現存する著名なものとして、広島県に福島神社に毛利輝元が寄進した異形の大小ごしらえがあり、大小共に通常の内刀ごしらえとは逆に立ちごしらえと同じく、鞘と柄が上に半径式で、 鞘尻を大きく張らせた、鞘の先に行くに従って幅広とした大ぶりの鞘に大きく沿った柄を持つ独特の様式で、鞘は金箔を貼った上に黒漆で竜を描き、さらにその上から隙漆をかけて、白段塗りとした豪奢なものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。